はい、こんにちは、ゆうです。今日はね、こちらニコンの Z30 使って Vlog 撮っていこうかなと思います。で、またね、いつもの大阪城公園にとりあえず向かおうかなと思います。はい、ニコンの Z30 です。車掌は中瀬です。はい、大阪城公園に到着です。はい、大阪城公園に到着です。今ニコンの Z30 で撮っています。設定は、ね、4K の 30p で撮っています。どうでしょうか。今日はね、大阪城公園で、まあ、梅林園ですね、大阪城梅林が結構咲いてますので、そちらに行って梅を撮ったり、あとはね、手ぶれ補正をねテストしたいと思います。はい、ではね、ちょっと梅林園に行く前に手ぶれ補正のテストしたいと思います。 4K のね、30の手ぶれ補正と、またね、フル HD でしたいと思います。で、あとね、レンズこちらね、16-50 使ってるんですけども、レンズ内にね、手ぶれ補正入ってますので、なんかニコンの場合はね、標準モードとスポーツモードっていうのもね、できますので、その違いちょっと見ていきたいと思います。はい、まずはね、 4K の 30p で歩いています。電子補正オンとレンズ内の手ぶれ補正ノーマルで撮っています。はい、自撮りするとこんな感じです。どうでしょうか。結構露出が変わりますね。瞳 AF は効いてますね。はい、続いてね、 4K30p で電子手ぶれ補正オンとレンズの手ぶれ補正はスポーツです。スポーツは激しい動きに適した補正となっているようです。はい、ちなみにね、このスポーツモードは普通にね、静止画の時も使えます。どうでしょうか、違いありますかね。はい、次はね、フル HD で電子補正オンで、レンズ手ぶれ補正はノーマルです。フル HD30p になります。はい、最後にね、フル HD の 30p で電子補正オンでスポーツモードです。はい、手ぶれ補正のテストしたので、とりあえずね、PC でチェックしてみようかなと思います。はい、今ね、チェックしたんですけども、 4K の時もね、フル HD の時も電子補正ね、そんなに変わらなさそうな、いや、むしろ変わってないかもしれないですね。で、スポーツモードとノーマルモードなんですけども、それもね、あんまり違い分からなかったので、もう普通に電子手ぶれ補正をオンに、レンズ手ぶれ補正をオンにするようなね感じで、もうスポーツモードはちょっと謎だったので、まあ、もう普通に使っていこうかなと思います。はい、それではね、梅林園行ってきます。はい、ではね、今から梅林園向かいます。一応ね、シューティンググリップもね、借りてますので、今シューティンググリップつけてます。 4K30 で撮ってます。はい、ちょっとね、使ってて気になった点が3点ありまして、このね、今自撮りしてる時にメニューボタンとこうしてもね、操作できない感じがします。で、あとね、 S モードの時はシャッタースピードの変更ができない、なぜかP モードと同じような感じになってしまいます。これちょっとね、僕にとって致命的ですね。で、あとね、シューティンググリップ今使ってるんですけども、
カメラがねスタンバイモードとかになってしまうと、またねシューティンググリップの電源をね入れないといけないというね、結構手間かかります。ちょっと今使ってて不明な点はそれですね。また設定見て改善できるようだったら、その3点してみたいと思います。今日もねめちゃくちゃ暖かくなってきたので、人がねすごい多くですね、平日にもかかわらず。はい、大阪城梅林到着です。はい、結構ね咲いてます。はい、もう結構ね満開ですね。人もめちゃくちゃ多いです。日本の人以外にもね、外国の人もめちゃくちゃ多いですね。じゃあ写真とね動画撮っていきたいと思います。もう満開ですね、めちゃくちゃ咲いてます。大阪城です。はい、今ね広角16ミリで撮っています。はい、これ望遠側にすると F ね 6.3 になるんですけども、寄ってね撮ると結構ね背景ボケて撮ることができます。はい、こんな感じでね前ボケ入れてあげると結構いい感じになります。はい、ではね大阪ビジネスパークとこのね梅が綺麗に見える場所があるので、そこ行ってみます。はい、ここです。再びね大阪城梅林に戻ってきました。はい、大阪城梅林行ってきました。実はね結構ね毎日行ってるんですけどもね、日に日に満開になってきて人も増えてます。今日もね平日なのにねすごい人でいい感じでした。まだまだね当分ね見頃なので、もしね気になる方は行ってみてください。はい、それではね次はね中之島の方に行ってみたいと思います。はい、とりあえずねこの Z30 なんですけども、 Vlog に特化したというかそんな感じのカメラなんですけども、まあねちょっと先ほどの大阪城梅林で使った感想からすると、まあ、マイクと、まあ、いいのと、まあ、あとはねファインダーがないっていうぐらいですかね。他はねあの ZFC とかとね基本変わらないと思いますね。はい、そんな感じの印象です。はい、大阪城公園はね実はねここの桃園もありまして、もうすぐしたらね桃も咲きます。またね咲いたら行きたいと思います。ここでお昼ご飯食べたいと思います。はい、天満橋のね OMM で昼ご飯食べてしまいました。じゃあ次は中之島方面行こうかなと思います。はい、ちょっとねスタバで休憩しようかなと思います。
材を見つけますから、だからポイント整理と、この授業を聞いて、授業と見る、ちょっと見せてあげたい。ここがめっちゃ悪いんだよ。だから私が教えてあげたら、しっかりリピートできてないから、やり方をちゃんと出たら分からんと思います。はい、今ね、天満橋にいます。天満橋の、ね、スタバでちょっと、ね、ニコンの ZFC もお借りしてたので、そちらのねブログ書いてました。だいぶねできましたね。あれスタバでね結構並んでる人いるじゃないですか。かなり列になって、なんで、ね、皆さんモバイルオーダー使わないんかなっていつも思います。モバイルオーダーだったらね、もう座っていたらね勝手に1分か2分ぐらいでね、まあ、商品によりますけど、僕はドリップのアイスコーヒーなんで、もうだいたい1分ぐらいでね長蛇の列ができててもね、まあ、購入することができますのでね、絶対ねモバイルオーダースタバ並ぶよりかはね使った方がいいと思います。はい、ということで今天満橋なので、今からねこちら淀橋方面に向かって歩いて、まあそこで終わりにしようかなと思います。はい、ニコンのね Z30 使ってます。でさっきね、大阪城公園で言ってたモニターをね自撮りしてるときに操作が効かないって言ってた仕様なんですけども、なんかセルフモード、自撮りモードをねオフにすると使えるようになりました。ちょっと謎の仕様なんですけども、とりあえずそれはね解決できました。あとね、シューティンググリップがねすぐ切れるのがねどうしたらいいかわからないですね。はい、そんな感じです。まあ相変わらずねすごくね画質はいい感じというか色は綺麗です。はい、これ撮っていきたいと思います。めちゃめちゃ最近ねほんと天気がいいですね。気温も上がってきて過ごしやすくなってきてます。はい、菜の花が、ね、咲いてますね。じゃ望遠にしてこんな感じで、めっちゃ噴水出てます。はい、中之島公園到着です。ちょっと今からねピクチャーコントロールをフラットにして撮ってみます。ちなみにこれがスタンダードです。はい、ここはね中之島のバラ園です。またね5月6月ぐらいにはねバラが咲きますので、またねバラ園に来ようかなと思います。はい、中之島公会堂前です。なんかめちゃくちゃ面白そうな作品があります。何でしょうか。なんか車が刺さってます。何ですかこれは。なんかね中之島公会堂前に変なアートがあったので、今ニコンの Z30 でタイムラプス撮ってます。ちょっとねこれ終わったら今日はね終わりにしようかなと思います。タイムラプス撮ってる間は暇なので、また引き続きね MacBook でブログ書こうかなと思ってます。はい、ニコンね Z30 をね1日 Vlog 用に使ってみたんですけども、まあ、率直な感想としてはね、僕ソニー使ってるんですけども、 ZV-10 とかもね含めて ZV-10 とかね、まあ、ソニーのね Vlog 株に比べるとちょっとね操作というか Vlog に特化したと言ってるんですけども、まあ、正直言うとね、あの ZFC とか Z50 から EVF 撮って、まあ、マイクをねちょっと大きくしたっていうようなねカメラかなと思います。まあ、僕がねあってほしかったのはやっぱりパワーズーム、ソニーについてますのでね、
パワーズームあったらね便利かなと思いました。またねシャッタースピード優先、動画の時のねシャッタースピード優先の時にシャッタースピード変更できないのがねちょっと欠点かなと思いました。なんかプログラムオートと同じような仕様になるといったところですね。まあ、全体的にね出てくる絵っていうのはね絶対FCと同様に結構綺麗な絵で、まあ、良かったですね。あとはねソニーにないねホールド感っていうのもすごい良かったので、まあ、出てくる絵とかね使いやすさっていうのはこっちの方が上かなと思うんですけども、まあ、Vlog カムとしてはねソニーの ZV-10 のがね、まあ、1日使ってみて今のところは、まあ、上かなといった感想になります。はい、ということでねまだね当分の間はお借りできますので、またねいろいろ使っていこうかなと思います。まあ、ファーストインプレッションとしてはそんな感じです。またね使ってて印象変わるかもしれないので、また気になったら動画見に来てください。それでは本日の動画は以上になります。それでは。